皆さんこんにちは。今日は切り干し大根のハリハリ漬けを作ります。材料は以上です。ざっと大きな汚れが取れるようにざーっと水の中でほぐしながら、でこの水は一旦捨てます。このまま10分間このまま置いときます。蒸してるその間に調味液を作ります。お酢 100cc、 みりん大さじ2杯、醤油大さじ5杯、お酒大さじ2杯、砂糖大さじ3から4、4だと甘めです。こういうふうに一煮立ちさせたら止めます。これが冷める間に材料を切ります。よく絞ります。ここで絞りが甘いと味のぼけたお漬物になっちゃいます。で今20分だけれど、柔らかいのが好きな人はさらに10分放置してこの作業をなさってください。昆布真ん中にすることによって大根と人参から両方から水分吸います。でこれが種抜いて細切りにした七味です。はい、ここへ先ほど完璧に冷えてる
け汁を入れます。揉まずに中の空気をギリギリまで、ここで状態で冷蔵庫で2日、3日目ぐらいに食べると味が染みてます。まだ翌日だとトゲトゲしい味です。どうぞよろしかったら作ってみてください。